はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ケケでございます。じゃあ続き、モノクロの記憶、やっていきましょうか。前回は、北の館の前でストップということで。じゃあ北の館に、行きたくないな。行きたくないな。行きたくないな。ここが、北の館？やっぱり、気味が悪いわ。あの子、本当にこの中にいるのかな？なんかいる、なんかおる、なんかおる。来ないで。来ないで。来ないでよ。入れってこと？入りまーす。なんだあいつ。おー、内装もなんかすごいことになってる。持っては来ないみたい。思わず中に入っちゃったけど、やっぱり不気味なところだわ。それに、なんだかすごく嫌な予感がする。外に出たいけど、まだあの幽霊みたいなのがいるかもしれないし。え、なになになに、え、扉が閉まった。あらら、出られなくなっちゃったね。誰かいませんか？誰もいませんよ。いませんよ。そんなどうしようって言われてもな。別のどこからか、出られないかな。あかんわ。なんかいる、なんかいる、なんかいる。カラスが、セーブ。なにこれ？この壁？気のせいじゃねえよ、これ。この壁気になる。ん？あれ？なにこの壁？なにこれもう、汚れていてほとんど読めないわ、と。これ。水が入ってるわけだ。持っていく。カーテン？文字？何か書いてある。アナスタリュアには死を。一体どういうことだろう？どういうこっちゃ？火はついてないわ。花？花もない。こっちは、北回廊と書かれている。開かないみたいね。向こう側から鍵がかけられているみたい。じゃあ次、左行こうかな、じゃあ。なんだこの手の跡も気持ち悪い。じゃあ左行こう。ここなんか落ちてる。なんだこれは。これは、本に挟むしおりだよね。しおりか。また。うわ、あの男の子、一体、どこにあるんだろう。早く見つけて、帰らなきゃ。で、しおりを落として上に行った。これは昔の記憶が見えちゃう感じか。今のは、やっぱりあの子、ここに来てたんだわ。あの幽霊みたいなのが襲われた時に、これを通して行ったのね。なんだろう、あの男の子を見ていると。すごく懐かしい気持ちになる。うまく表現できないけど、あの子は私にとってとても大切な。で、お化けが出てくる。出てこないか。ダメだ。わからない。でも助けなきゃって。守らなきゃって。強く感じる。もしかして、私とあの子は昔に出会ってるのかな？あの子も怖がってるはず。早く見つけないと。クローバーのしおりを拾った。で、何？謎の男。どうしてここにいるんだ？ここにいてはいけない。早くここを出るんだ。でも出口が。もうそこまで回復したのか。俺がなんとか道を作る。だから早くここを去れ。ダメです。ここに知り合いがいるんです。もう少しで何かが分かりそうなの。だから。いいから俺の言うことを聞け。いえ、まだ帰れません。逃げた。くそ。敵味方どっち？わかんない。思わず生意気なことを言っちゃったけど。それにあの人何だったんだろう。今思えば幽霊じゃなかった。よね。でも、この館の中にいる人だもの、信用なんかできないわ。もしかしたら人の皮被って何かかもしれないし。あの子、大丈夫かな？
なんで私、こんなにあの子のことは心配なんだ、してるんだろう。あの子を見つけたら、きっとわかるはずだわ。あの子を見るたび、懐かしく感じるのも、あの子を守らなきゃって感じるのも、この館の中にあの子がいる。だから、私一人帰るわけにいかないの。おー、ええ子やん。じゃあ、こういう骸骨、なんもないな。こっちはなんもない。じゃあ、下は、下行けるかな？あ、行けるね、下。ちょっと調べたいとこがいろいろあったかな。なんもないか。これもなんもない。ベッドもなんもない。特になんもない。じゃあ、上行こう。上には何が、うん、なんだこの像。女神、二人で一人と化す。悪しき竜を捕らえるための生贄を選べ。どういうこと？女神像の胸元に赤の宝石を埋められている。竜の額に何かをはめるくぼみがある。でこちらは、青の宝石。ああ、そういうことか。青と、赤。じゃあ紫なんじゃね？紫なんじゃね？違う？知らんけど。どれや？紫、これで。勘。僕の勘が働くんだ。紫色の玉はめる。竜のくじから何かが出てきた。東海洋の鍵。当たっちゃったよ。簡単すぎるだろ。なんだこれ。僕の頭が冴えているのか？生贄を金パトムとそう生贄は。お前、逃げろ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 、バカ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 、生贄僕じゃないよ。で、とりあえずセーブしよう。セーブして、で、次、右か。ここで東カイロの鍵が開いた。ここ、植物室とか見て開かないみたい。なんか怖い。大丈夫か、ここ。なんかめっちゃ広いけど。ん？通れない。なんでだ？彼女たちは舞踏会が大のお気に入りである。彼女たちはここぞとばかりに着飾り、王子の気を引こうとする。王子はむやみやたらに着飾る女性は好まない。王子は動物や植物を愛す、心の優しい女性を好む。しかし彼女たちは、果たして王子の本性をご存知なんだろうか。舞踏会の始まりは、時計の鐘が鳴り響いてからである。時計の鐘は、七人の女性すべてが集まってから、門をくぐることで鳴り響くであろう。もちろん彼女たち全員がおいでなのを確認してから、曲を流しますよ。もし彼女たち全員が揃わないまま音楽を流せば、続きは血のようなもので汚れていて読めない。とりあえず7人全員通らな、鐘は鳴らせない、曲は鳴らせないってことだ。ん？暗くて全然見えない。何か明かりがあればいいんだけど。これは蓄音機。ちゃんと動くレコードがないとダメ。なんか難しいな。これか？これ、じゃあ、ないみたいだな。じゃあ、こっち戻って、あれ、EV がいる。EV?EV だよね、これ。絶対 EV やんな、色違い。見たことない動物だ。だって、ポケ。でも、かわいい。お腹が空いてるの？何、どこかに食べ物あったかな？これ。今東回廊の方から何か外れるような音が。食べ物を出せばいいのか、この子に。でもその前に東回廊の多分植物室が開いたから、植物室に入りましょうか。何ここ。食べ物これ。この草、元気がないみたい。奥の水をあげる。あ、これ水をあげるのか。